皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは、トッサン TV トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、ウクライナ情勢、ウメロ国防大臣が防衛してからの反転攻勢の計画があると言っております。では参ります。えー、本日は、ウクライナ情勢、そしてイスラエル中途情勢含め、ちょっとトピックス多めという形でお伝えをさせていただきたいと思います。えー、まずは、ウクルインホルムから行きましょう。 ウクライナ軍はロシア軍の第2防衛戦と第3防衛戦の間にいるウメロウクライナ国防省ということなんですけれども、この発言とともにウメロ国防大臣が何を言ってるかということが一番最初の方のセンテンスに書いてあります。 ウクライナには防衛と反転攻勢の計画があると発言したということが書いてありますね。反転攻勢という言葉がここへ来て出てきたということなんですけれども、防衛と反転攻勢。まずはね、ちょっと防衛の方から考えてみたいんですけれども、えっ、ー、と、各戦線ですね。今、ロシア軍が無理なカウンター突撃をガンガン繰り返してきてる。 これは最終的な兵力の差というところで消耗戦を仕掛けてきているわけです。ウクライナは当然これに付き合うことはできないので、わずかな土地は奪われつつも、ロシア軍を消耗させる戦い。今これ以外にウクライナの選択肢はないというふうに思われますけれども、これを着実に行っているような状態。こういう意味での防衛というのがもう一つあります。そしてこの冬大事な防衛があります。それがインフラということなんですけれども、ウクレインホルムからもう一つですね。 えー、ロシア軍ミサイル攻撃で、ウクライナ南部ドニプロペテロウシク州で死傷者ありということなんですが、久々にロシア軍が爆撃機から巡航ミサイルを撃ってきました。19発ですが、79日ぶりだそうですね。79日ぶり。3ヶ月近く溜め込んだ巡航ミサイルというのが動き出したということなんですけれども、 え最初ね、死傷者がないっていう状況で伝えられておりましたが、最新の情報ですと、ドニプロペテルウシクに飛んでいったミサイルもあって、1名死亡です。うん。 えー、そして4名が負傷なんですけれども、うち2名かなが重傷。全員病院に運び込まれておりますけれども、2名重傷というような形、予断を許さないような状況なんですけれども、いよいよ打ち込んできました。で、こっからですね、ウクライナの電力施設とか、あとはね、政治的な、まあ、象徴としてキーウに大量に打ち込んでくる可能性もあります。今回もキーウが多かったんですけれども、キーウは全弾撃墜している状況でございますね。 で、えー、こっから、まあ、19発なので、まだまだあると思われます。ただ、どれくらいの生産能力があるかというのは、この冬わかるんですけれども、これをウクライナー防いでいくというところですね。というところで、この長距離の巡航ミサイルですね、こういったものの防衛というのも意味としては入っているのかなという気がいたします。 では、反転攻勢なんですけれども、現在、ウクライナに反転攻勢をする力というのが、現状あるかというと、それは難しい。だから、ロシアの消耗戦に対してですね、損耗させつつ、ある程度途中生まれているような状況になっているというふうに考えられますが、一点、 だけ、一点突破で動けば、ウクライナ軍も動き出す。それがアメリカの予算ということになりますけれども、これに関してはですね、えっと、まあ、日曜日が週初めだとすると、まあ、今週中に議会が冬休みに入るって言われてますので、 多分1月にずれ込むんじゃないかなっていう気がしますで。でもこういう吸ったもんだは必ず動きますので、まあ、あまり焦らずにね、えー、見ていきたいなという気がいたしますけれども、まず、このアメリカの予算支援というのが第一義なんですけれども、それ以外にも、 え、各国の支援状況って少しずつ動いていたりします。えー、まず一つ目がこれなんですけれども、ニコルさんよろしくお願いします。ウクライナとスウェーデンはウクライナ軍にグリペン戦闘機を供与する可能性について協議しているということで、F16 以外にもグリペンの協議というのが始まった模様でございますね。 で、そんなにまあ、奇数は多くないんですけれども、F16 を加速させるような意味合いというのはあるのかなと思います。現在3カ国から F16 供与の手が上がっているような状況で、ウクライナが100機以上要求してるんだけれども、多分ね、50機、60機が今のところせいぜいかなという気がします。で、早ければ来年の春ぐらいには、ウクライナの空に F16 が舞っている状況出てくるかもしれないということなんですけれども、 え、この戦争が長期化していくと大きく意味を持ってくるということですね。こういうものも中長期的な話になるかもしれない。グリペンだとね、2025年までずれ込むと思いますけれども、それでもこういうものが追い風になっていくというふうに思います。まずはこういう情報が出ている。そしてもう一つが長距離のミサイルなんですけれども、航空版のオロンジ X さんですね。よろしくお願いします。ハイマースで5 0 0キロ先の目標を攻撃可能。 米陸軍へのプリズム納入始まるということで、エイタクムスの後継のミサイルになりますね。ハイマースで撃てるものでプリズムというふうに言われておりますけれども、500キロ以上の射程があるものだそうですが、これがね、11月にテストされていたんですが、そのテストの結果が良好だった模様です。ということで、この納入がすでに始まるということなので、エイタクムスの300キロの長距離の方ですね、これに余裕が出るはずです。うん。うん。 ということで、ちょっとアメリカさん議会がごたごたしておりますけれども、そこ整理でき次第ですね、エイタクムスの長距離の方というのをですね、えー、決断していただきたいなと思います。エイタクムスの300キロの長距離のものがウクライナに供与される可能性がぐんと上がってきたという、そういう情報になります。えー、そして、えっ、ー、と、供与の話は最後は日本なんですけれども、えっ、ー、とね、これ、えー、コルスンスキー中日ウクライナ大使、日本にいるウクライナの大使ですね。 がおっしゃってるそうなんですけれども、現在日本と日本からの防空装備の供与について協議しているということですね。防空装備が具体的に何なのかわかりませんけれども、まあ防空なので殺傷能力のある兵器ではないわけですよ。十分日本からも供与可能だし、あと日本もですね、法体制を整えれば、もっといろんなものが供与できるはずです。 うん。で、自衛隊でですね、余っている武器なんかもありますので、えー、その武器をスクラップにするんではなくて、ウクライナに送ってあげられるような体制ですね。第三国、他の国に通してもいいので、えー、そういう体制を日本も築いていってほしいなというふうに思います。えー、多分ね、こういうことを日本が動き出すと、まあ、日本の国内でメディアとか、あと、サハの人たちとかが、やんやんやんや言うかもしれません。あと、世界でももしかしたらニュースになるかもしれません。いよいよ日本が目覚め始めたぞ、みたいな、 変なニュースが出るかもしれませんけれども、まあそれは出たらと,とてですよ。出たとて、あの、中国さんへのいい牽制になるんじゃないですかぐらいでですね、えー、とにかく今、民主主義陣営の中で実際侵略されて戦っているウクライナというのを同じ民主主義の国、えー、自由主義陣営としてですね、もっと具体的に応援できる体制というのを作っていければなというふうに思います。で、こういう状況が今出ているんですけれども、この反転攻勢というところでいくと、まあ、 今話した状況というのは、いずれにしろ中期的、長期的な話になってくる。え、来年の春以降であったりとか、2025年の話であったりとかっていうような、少し先の話になるんですけれども、それより前に起こり得る状況って何かっていうことなんですけれども、考えられる状況ですよ。考えられる状況でいくと、クリミアなんですよね。これ、なぜかというと、ドローンです。水上もしくは水中ドローンという話なんですけれども、え、最近ですね、ロシアが、この水上ドローンから、 あの、ウクライナの真似して作り始めたっていう情報が入ってきているんですけれども、片やウクライナも水上ドローン、そして水中ドローンの開発も言われてますけれども、これ溜め込んでいるっていう話もあります。えその上でクリミア解放するぞというようなことをゼレンスキーさんが言っていたりもするわけでえ、クリミアから最初にですね、この反転攻勢が始まる可能性もあります。で、クリミアへの圧力が強まると、当然ですね、ヘルソンの戦線が動き出すっていうことになります。 ヘルソンの戦線が動き出すと、ロシアのカウンター突撃、全体的に抑止が働いてくるような状況にもなろうかなというふうに思いますので、ドローンの動きというのが、クリミアに対する動きというのがあったら、またですね、すぐに皆様と共有をさせていただきたいというふうに思います。はい。では、ウクライナ情勢、ここからはちょっとトピックスでお伝えをさせていただきます。また、ウクレインホルムに戻りたいと思います。ウクライナ国会、汚職対策法と少数民族法を採択ということでございます。 汚職対策に関わる法案が2つ。で、少数民族に関わる法案が1つ。計3本の法案が採択されました。で、ゼレン,ゼレンスキー大統領もンをしているということで、EU 加盟に向けた動きということですね。ちょっとね、ハンガリーが反対しているような状況ですけれども、まあ少数民族のところで難癖つけてきているんですが、そういったものを EU 基準に合わせるような そういう法案ですね。これが採択されているということでございます。戦場以外のところでも、ウクライナが民主主義国家としてですね、自立していくっていうところ、ウクライナ本当頑張って今動いている最中というお話でございます。はい。では次なんですけれども、ちょっとね、ロシアの国内で目を転じていこうというふうに思いますが、名宝さんですね。ウクライナ侵略戦争によって、ロシアの軍需産業と製造業が活性化して、失業率が低下したものの、 今度は各業種で労働者不足が発生ということなんですけれども、ロシアの中央銀行が言うには、ロシア企業の60%が人手不足を訴えているっていう話なんですね。で、ここからメオさんが書いている、方程式というかですね、こうなっていくよみたいなのが、本当その通りだと思うんですよ。ちょっと読んでいきますね。えー、人手不足の軍需企業が民間労働力を引き抜く、すると、 人手不足を補えない民間企業は消費財やサービス供給を減少させる可能性があると。また人材確保のために企業が賃金を上昇させることでインフレが促進される可能性もあるということでございます。軍需産業以外の企業が人手不足に陥っている。当然人件費を上げなきゃいけないのでコストが上積みされるので、 軍需産業で出回る以外ですね。一般の人たちが普段の生活で使うものの値段が上がってインフレを起こす。でも人手が足りないから給料は軍需産業経由でしか増えていかないような状況になってくると、そこに携わってない人たちは物を買えなくなってくる。つまり、スタグフレーションが起こるっていうことですね。うん。景気不振とインフレが同時に起こるような状況です。 で、ロシアがですね、この軍事産業に今予算の3分の1突っ込んでますけれども、これを続ければ続けるほどこの状況というのは防げなくなっていくっていう、そういう話になりますね。長期化してきついのはね、100%ロシアの方です。その上で、ウクライナ中長期的に反転攻勢、いろいろと策を練る目があるというところは押さえておきたいなという気がいたします。で、もう一つトピックスで、ロシア国内の話に関連することなんですけども、また明宝さんです。 7日、ロシア連邦ウラン・ウレシというところで離陸した TU-204 貨物機の左エンジンから出火ということですね。うん。不具合が起こりました。で、12月1日に3機、2日に2機、5日に1機の航空機で故障が発生しており、いずれも緊急で着陸しているっていうことですね。飛行機の整備がね、今民間機の方に寄ってますけれども、うまくできていない状況というのが確認できます。 やっぱりね、ちゃんとした部品が足りなくなっているんじゃないかなっていう気がしますね。それでもね、最近ですと、前も動画でお伝えしましたけれども、ドイツからの民生品が中央アジアを介して、まあ、いっぱいロシアに入っていっているというふうに考えられている。もうね、何百パーセントとか何千パーセントっていう形で、中央アジアにドイツからの輸出が増えていたりするんですね。で、それがロシアに回ってる可能性ってのは十分あるわけです。中央アジアだけでは消費できないので、そんなお金ないんでね。 うん。ということが考えられるので、全部か全部じゃないんだけれども、これ西側から結局回っていってるので、止めようと思えば止めれるわけですよ。うん。いたちごっこしながらちょっとずつ、こう、沈ぼめていくようなことができるわけですね。 で、現在のロシア君なんですけども、日ソ貿易さんです。よろしくお願いします。えー、このツイートの中に書いてあるのは、まあ、鉄道に関することなんですけれども、ベアリングの話がされてます。で、鉄道の修理というのが、一時期ね、なかなかできなかった、そうですね。やっぱ物がないので、鉄道の修理ができない、特にベアリングがないってことが書かれているんですけれども、しかし最近では鉄道大丈夫になりましたっていうことが書いてある。日ソ貿易さんが貿易する上で不具合はなくなりましたっていうことを書いてあるんですね。さらに航空機に関しても、 日ソ貿易さん的には今のところ実害を受けてないということが書いてあるんだけども先ほどの明王さんのツイートでいきますと、えー、民間航空機は不具合が発生して事故が起こってるでも鉄道は大丈夫になったつまりですね西側のものというのを何かしらの方法で入手してそれを鉄道に全振りしているというふうに考えられますね うん、なぜかというと、戦地への物資の輸送のメインは鉄道だからっていうことです。鉄道に全振りするがゆえに、このツイートの中にはもう一つ重要なことが書いてある。それはこちらなんですけれども、現地メディアでは医療機器の修理に非純正部品の使用が許可されるという記事が出てましたって書いてある。医療という非常に重要なものでも、もう非純正部品使っていいよっていう許可を出さなければいけない状況になっている。 おそらく鉄道だけはちゃんとしろよっていう号令がかかっていて、民間航空機ももう不具合起こっていて、あと医療でも非純正品許可出さなければいけない状況になっているということです。 うん。なので、西側の部品が入ってきているけれども、いたちごっこでもいいからすぼめていけばですね、絶対にこれまた、ロシアは苦しくなっていく。つまり、長期で考えていったら、ロシアの方が圧倒的に苦しいんです。その上で、中長期的な部分でいくと、ウクライナにはいろんなカードがまだ見えますよっていうところは押さえていきたいというふうに思います。現在、梅野国防大臣が言っている反転構成というのは、武士はクワネド高用事というところが、やっぱりね、 あの、私も、ウクライナを応援してて感じますけれども、それでもそれを信じて応援する根拠というのは、中長期的に見るとあるぞというお話でございます。はい。ではですね、ちょっと、イスラエル中東情勢、パパッとですね、トピックス的にお伝えしたいと思います。まずは NHK から行きましょう。アンポリーガザ地区の停戦決議、アメリカ拒否権で、え、否決ということなんですけれども、グテーレス事務総長が99条を発動させて、えー、 アンポリに要請したところ、UAE が即時停戦の決議案というのを出しました。これをアメリカ一国の拒否権で否決されたという、そういう話です。で、これによってアメリカを含む世界情勢にどういう影響があるのかっていうことなんですけれども、アメリカの孤立というところが考えられます。川上さんです。よろしくお願いします。 えーとですね、今後というところからお読みしたいと思います。今後、ガザの南部に対するイスラエルの攻撃が続き、さらに犠牲者が増えれば、中東での反イスラエルの世論の高まりに、反米世論も加わる。それはサウジアラビアなど、新米アラブ諸国への民衆の怒りともなる。えー、今後のガザ南部情勢の悪化によって、イスラム過激派のテロ、民衆のデモなど、中東全域が不安定化する危険をはらむということが書いてあるんですね。 うん。反米世論が高まることで、中途全域が不安定化していって、イスラム過激派のテロっていうのがまたいっぱい起こってくるぞっていうことを書いてあるんですね。で、このテロを防ぐためには、今回何が何でもちょっとイスラエルには我慢してもらって、即時停戦、人道的な方に舵を切った方がいいんじゃないかっていうことを川上さん言ってるんだけれども、けれども、ここはね、もうどっちがどっちかってわかりませんけれども、ただし、 ロシアとウクライナの情勢を見てて、今我々が学ばなければいけないことは何かというと、力でしか会話できない奴がいるんですよ。まだこの地球上には。人間ってまだそれぐらいなんだろうなって、本当にね、あの、感じてます。個人的に。で、力で最終的に会話ができないと、そこを舐められてしまうと、どういう情勢になろうが、えー、テロは起きます。 うん、というふうに私は思うんですね。なので今回ハマスが越境をしてテロ攻撃を行いました。最低でも800人の民間人がテロによって亡くなってるわけですよ。この状況で、ハマス、特にハマスの軍事部門ですけれども、ここが何の罰も受けずに、能々とまた現状復帰できるっていう状況になったら、結局のところテロは増えます。特に自由を憲法とか法律で確保している民主主義国家の中で起きます。 それを防がないと民主主義が死んでし、ってしまうというですね。未来のこれからの人たちにとって一番罪深いことが起こってしまうんじゃないかというふうに思います。じゃあパレスラジの一般の人たちが犠牲になっていいのかっていうジレンマがどうしてもここはね、出てしまうんだけれども、前も言ったように、一回北部に逃がすとかですね、何か知恵を絞った方法というのが、 あるというふうに思います。で、今アメリカはそれをイスラエルに働きかけているんだけれども、そのアメリカが孤立してしまっているような状況もあるということですね。え、また未来、え、これから先にですね、今の状況というのが専門家によって分析されていくというふうに思いますけれども、分析された時にですね、ベストな方法を人類は取ったんだという状況になることをお祈りしたいと思いますけれども、 うん。えー、しかしですね、今、即時停戦をしたから、未来のテロがなくなるかというと、少なくなるかというと、そういうふうにはちょっと思えないというお話でございます。はい、というところで、本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。